かしいお顔をしてどうなさったんですか？いえ、その三つどもえ、将軍、パティシエ、宇宙人という映画を見に行こうとゴールドシップさんに誘われていたのですが、悪い、ちょっと地球救ってくるわとキャンセルされてしまいましたの。私にチケットを2枚押し付けて。もう、それではぜひ代わりに私にご一緒させてください。お気持ちは嬉しいのですが、あなたがこの映画を楽しめるかどうかはお約束できませんわよ。何事も挑戦ですから。それに私はマクイーンさんと二人でお出かけできるだけで幸せです。あ、もちろんマクイーンさんのご迷惑でなければですけど。いえ、迷惑だなんて。むしろ里野さんの新しい物事への挑戦心は私も見習わなければと思いますわ。映画の中身に興味は湧きませんが、お互いに見聞を広めるためであれば話は別です。さあ、共に劇場へと参りましょう。マクイーンさん、ありがとうございます。